はい、こんにちは、横浜純正一筋しんどうくんです。最近こういったリアタイ打撃の個人指導動画をよく上げているんですけれども、今日はね、前回なかなか皆さんからご好評いただきました、この企画、振動の試合の中で振動が何を考え、何に注意しているのか、頭の中で考えていることをすべて丸裸にしていく、この企画やっていきたいと思います。昔ね、僕も全然リアタイ勝てなかった時、勝てる人ってね、試合中何を考えてね、リアタイやってるんだろうというふうに思っておりました。少しでもですね、皆さんの参考になれたらなというふうに思います。一応自己紹介ですが、自分は横浜純正一筋でプレーしていて、最高打率は6割5分8厘、大会リボンは前回のセリーグ杯で10個目をね、獲得したといったところです。リアタイでの勝率を少しで負けたい方はね、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速ランク戦へ、バモス。はい、それでは早速見ていきましょう。ここで見ることはまずね、お相手の打率5割4分7厘のかなり高い数字ですね。で、防御率が 2.59 で、投手が岩貞投手といったところで、まあ阪神純正なのかなといったところまではね、パッと見考えれるかなというふうに思います。ここでしっかりね、相手のオーダー、やっぱり阪神純正だなといったところと、リボンの数もね、ちょっと参考程度に見るといったところですね。で、うちの投手は、大貫投手といったところで、まあ僕のリアタイで、まあ4番手5番手ぐらいの投手、まあ、早めの系統を考えていますと。で、大貫投手ね、ここでコントロール発動で相手が全出しといったところで、まあ、ビタビタのコースでね、まずは攻めていこうかなというふうに思っております。前回の動画でも言いましたが、まあ、配球の組み立てとしては、一番最初にね、どこのコースでどういう球を打たせたいかといったところをね、決めておくのが非常に大切というふうに言いました。僕はですね、今回伊藤井選手がプルヒッターが発動しているといったところで、勝負球ですね、外角の方で勝負できればいいかなというふうに思っておりましたが、今初球ですね、インコースのカットボールからちょっと入りました。まあ、お相手もですね、大貫投手見る機会そんなにないかなというふうにも思いましたし、まあ、初球ですね、ここのインコースビタビタのカットボールボールをね、完璧に捉えられることっていうのがあんまりなかったんで、まずね、初球から打ってくるんだというところにも驚きましたし、まあお相手のですね、打撃技術の高さっていうところをここで痛感しました。はい、2番のね、ミエセス選手は、まあこれはですね、危なかったですけど、運よくね、ショートゴロで終わらせましたと。で、ここでね、タイピンチ20丸が発動、お相手も広角打法が発動しておりますんで、勝負はね、インコースになるのかなというふうに思っております。まあ、できればですね、まあ、1球目、2球目と、2球連続振ってきてますし、積極攻撃といったところで、ボール球をね、振らせてアウト取れたらいいなというふうにも思っております。で、まあ、引っ張り警戒にして、インコースのスプリット。まあ、これはですね、落ちるか落ちないか微妙な高さのスプリット。これもね、初球から手を出してくると。でも、かなりね、振ってくるなというふうに思ったんで、まあ、ここのツーシーム、できたらボールになってほしいところが入ると。うん、これちょっとね、肝を冷やしました。さあ、そしてツーストライクのボールカウントが有利になったんで、あとはですね、まあ、ボール球振ってほしいなというふうに、ちょっと散らしていきます。が、やっぱりね、この辺はやっぱ打率が高い人だなというふうに思いましたね。やっぱりなかなかボール球に手を出してくれません。はい、じゃあこれで2-3になってしまったと。で、勝負球ですね、スプリット。また初球と同じ。まあ、落ちるか落ちないか微妙な高さのスプリットで、ね、こちらもカットされてしまうと。で、これはね、僕、本当にストライク取りに行ったんですけど、まあ、ちょっとね、ブレてしまってボール球になったと。まあまあ、手出してくれてラッキーだったな、といったところはあります。さあ、そしてね、また、大山選手、広角打法が出て、こっちはタイピンチ20丸が出て、ちょっとね、これは初球不用意に入ってしまったなといったところで、まあ、先制点取られたくなかったんですけれども、2点を献上してしまうといったところですね。さあ、大貫選手、まあ、早めに継投しようかなというふうに考えておりまして、まあ、ここでね、長打が少ない近本選手にヒットを許したところで、ここでね、もう交代を決意しました。さあ、今ね、2アウトランナー1塁といったところで、タイピンチ持ちのウェンデル県、エスコバ、伊勢さんをここで出すのはちょっともったいないというか、まあ、場面的には違うのかなと。で、ランナー一塁で走力 A のね、近本さんが一塁にいるんで、まあ、大魔神フォーク系を投げてもね、まあ、走られてしまう可能性もあるといったところで、まあ、初見殺しになる安崎さんをここでチョイスしました。はい、僕の安崎さんの配球的には、まあ、この大きいツーシームをまず意識させておいて、あとま、ストレートと、まあ、シンキングファースト、まあ、この3種類でね、主に勝負していくことが多いかなというふうに思います。さあ、2球で追い込んで、シンキングファースト。ここですね。初球に見せたシンキングスプリットの残像が残ると、ここに手を出してくれると。
最後はですね、一番安全な低めに外れるボール球、ここのシンキングスプリットをうまく振らせて、ファーストゴロといったところで、初回をね、まあ2点、痛いですけれども、まあまあ、なんとかね、戦える点差ではあるといったところですね。さあ、お相手がですね、やっぱり阪神純正といったところと、岩貞投手のね、変化球、まあ、なんとなくは覚えてるんですけれども、一応ここで確認していきます。で、まあ、この球種を見る限り、ツーシームを待ってて、まあ、そこでフォーシームの対応、そしてフォークボールとスラーブが変化球ではね、主に投げてくるのかなというところは、考えられますんで、まあ、その4球種をね、頭に置いて打席に立っていますと。さあ、2ストライク、2ボール。さあ、2ストライク、3ボールですね。はい、ここはね、よく見れましたと。はい、2番田村選手、広角打法が発動しておりますと。そして相手はね、長打警戒といったところで、まあ、ミード打ちにするか強振でいくかちょっとまだ考え中です。まあ、でもね、点差的に2対0なんで、まあ、一発で同点追いつけるといったところで、ここはね、田村選手を信じましたと。そして左中間を破るツーベース、ナイスバッティング。さあ、ここもね、外選手チャンスが発動。お相手がね、伸びで出てきてますんで、まあ、基本的にツーシームストレート系で勝負してくるんじゃないかなというふうにも考えてます。で、一塁ベースが空いてるといったところで、まあ、ちょっとね、ボールから入ってくるかもなというふうにも思ってますね。はい。で、あの初球のスラーブとですね、まあ、カットボールっていうところがちょっとね、回転が似てるといったところで、まあ、そこのね、見間違いを狙った配球をしてくるんじゃないかと。で、そして、お相手が流し打ち警戒をしてるんで、ここはね、外角の、まあ、ストレートもしくはカットボール。このどっちかで来る可能性が高いなというふうに今は思ってます。さあ、そして次のボール、案の定ね、カットボールで入ってきましたと。さあさあ、これでね、2対1と言ったところ。そしてね、次、ローズ選手、阿部ヒチャンスが出てますと。まあ、ダブルプレイは嫌だなといったところと、外野フライは OK。そして、長打警戒。まあ、この条件を踏まえてですね、まあ、アベレージヒッターが出てる、そして長打警戒といったところで、まあ、強振で打つよりも、ミート打ちでね、しっかりと打球を上げていく。これを徹底する方が、まあ、より良い展開にね、持っていきやすいかなというふうに思っております。さあ、少しね、ゾーンを上げて、ちょっと甘めの球をしっかり打っていきたいなといったところですね。で、このフォークボールもね、だんだんカーソルが合ってくるようになりましたんで、次から狙おうと思ってます。さあ、そしてね、甘く入ってきたツーシームをしっかりと打てました。これで同点と。さあ、広角打法が発動した筒香選手に対して、ここでね、相手が継投に入ってきます。まあ、藤川さんかなというふうに思ってたんですけれども、ここで岩崎選手と言ったところですね。で、岩崎選手も、伸び20丸タイピンチが発動。で、変化球もですね、まあ、カットボール、スラーブ、サークルチェンジといったところで、まあ、岩貞選手にツーシームフォークがなくなった感じといったところで、まあ、さっきの投手よりは打ちやすいかなという印象は受けてます。で、まあ、岩貞選手もね、基本的にストレート待ちで、まあ、反応でね、これもスラーブ打っていきました。これで3対2逆転ですね。はい、この場面ですね、村田選手が何も出なくて、岩貞選手が伸び20丸タイピンチが出てますと。で、ノーアウトランナー1、2塁といったところで、ダブルプレイがね、一番嫌だなというふうに思ってます。画面の右側に乗せておきますが、アウトコースから真ん中低めに入ってくるスラブ。このボールが本当に一番ね、ゴロになりやすくてダブルプレイ取られやすいボールなんで、ここはね、注意してます。まあ、宮西投手とかね、まあ、特にそういう風な意識は持ってますね。で、まあ、村田選手ね、広角打法出てないといったところで、外角攻めに合うかなといったところで、まあ、甘めに入ってきた外角のボールをミート打ちで流し打ちしたい。まあ、そういうイメージを持ってます。さあ、ポジションはね、流し打ち警戒といったところで、やっぱりね、外角だなというふうに思いました。で、さっき注意してほしいって言ったスラーブを見逃しまして、次のね、ストレートも、いい高さだったんですけど、これも見逃しました。はい。で、ここのね、甘く入ってきたカットボールをしっかりとヒット打っていくと、ナイスバッティングですね。さあ、ここも相手の特殊能力、伸び20丸が発動してますと。まあ、ここはね、ストレート系来るんじゃないかなというふうに思ってます。さあ、引っ張り警戒になりました。ここはね、インコース直球系かなといったところを狙い撃ちですね。さあ、これで5対2ですね。さあ、そしてね、キャッチャー伊藤光選手のところに、代打宮崎選手を出して、お相手投手が D ランクのケラーと。まあ、パワーカーブを持っていることはしてたんで、まあ、初球パワーカーブで来るんだろうなといったところをね、狙い撃ちしました。まあ、これが俗に言う、エスパーってやつですね。
あと1点取ったらね、コールド勝ちといったところで、代打石井拓郎選手から、牧秀悟選手に変えましたと。まあ、弾道高い方がね、外野フライは打ちやすいといったところもありますし、まあ、もともとですね、僕はそういうオーダーを組んでいます。さあ、ワンストライク、ワンボール。まあ、基本的にやっぱり直球系待ちですよね。はい、これをしっかりと打って、コールド勝ちという風になりました。はい、ここまでご覧いただきありがとうございました。いかがだったでしょうか。リアタイ中にね、そんなことまで考えてるのかというふうに思った方もいらっしゃいますでしょうし、まあ、俺はね、もっとこういうこと考えてるんだぜっていう方もいらっしゃると思います。ぜひですね、皆さんが感じたことなんかをコメント欄に書いていただけると嬉しく思います。といったところでね、今日はスピストアで S ランク契約書を交換してきましたので、最後引いて締めくくりたいと思います。さあ、行こう。もちろん狙いは山本雄大。いや、本当にね、今山本雄大さんが12球団1のキャッチャーと言っても本当に過言じゃないっすよね。いや、これ本当横浜 B 期とか抜きで、雄大さんの盗塁阻止率も打率もそうだし、いや、もうリードもそうだし、もう完璧なんですよね、雄大さん。本当に来てくれ。さあ、今日もね、ご覧いただきありがとうございました。無駄な神引き、みんなにあげたい。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは